シュ・セジョンが入ります。小野瀬に代わっては矢島。シュ・セジョン隠して抜く。シュ・セジョン手前に入れた。柏粘りました。シュ・セジョンと井出口のコンビに変わりました。シュ・セジョン倉田へのパス抜けたチャンス。倉田折り返した。飛び込んできたのは宇佐美と思いますけどね。うまくインターセプトして倉田の切り替えも良かったし、ファーに三浦と庄司。ファー三浦がニアに行きましたが、その裏から内見どうか、入っているか。一味のゴール。ここ一味選手ファーで逃げて、うまく逃げながら、キム・ヨンゴンがニアに動いてきましたが、その上ファーで折り返した。ファーで当てたレアンドロ・ペイラです。当てましたけどね、はい、まあ、これ相手を抑えながらの非常に強さもありましたし、うん、はい、まあ、これ最後までついてたのがハン・ホガンですからね、選手ですね、まあ、よく、まあ、自由には。あ、レアンドロ・ペレイラ前を向いた。ウェリントン・シューバー、中央には矢島もいる。レアンドロ・ペレイラ後ろからチュセジョン、うん、ね、いやー、いい流れでしたよね。ここも非常にいいシュートではありましたけども、少しバックには入らなかったですね、はい。今日はコーナーキックはチュセジョン。ファーにキム・ヨンゴン、速いボール、おっと、ちょっとキーパー、広川選手が弾いたボール、あー、パドリック触ってますよね。先に触ってますかね。この角度だったらもっとよく見えますかね。あ、触ってますもんね。そうですね。もう一度小野瀬に返して、高尾、パトリックはファーサイド、セジョン、ワンタッチクロス、ウェリントン・シューバーだ、こぼれ球、一味、いやー、ちょっとウェリントン・シューバーと、ここ2対1の状況でうまくセジョンが抜けて、このキックの精度ですよね。そうですね。庄司、三浦も上がってきました。キム・ヨンゴンもいます。低いボール、三浦に合わせてきた、キム・ヨンゴン枠は捉えきれませんでした。ゼロで抑えてますから、